確かに今考えても結構辛かったというか大変だったといいますかまず起業時人生のテーマが見つかったとか言いましたが、まず始めくるのは妻を説得せないかという話があって、まあ、もちろんそこでこういろいろあるわけですが、そこで自己資金を、1000万近く出してですねやるわけなんですが、まあ、正直言うと誤算がいろいろありまして、まず初めにこうプロダクトの開発もすごい時間がかかりましたし、実際なんかこう日常写真とか言いながら日常写真撮ってくれなかったので、やっぱり初めは運動会とか自分がプロカメラマンと扮して写真撮ったりして、で紙張りで写真売ってみて、売り上げなんか紙袋にお金じゃりんじゃりん入れてもらいながらやってみたら、なんか実際の売り上げがなんか 4,5 万しかなくてですね、やっべえなみたいな感じで、でそうこうしてないとお金が減っていくものですから、どう考えてもこれをベンチャーキャピタルに持っていってもお金は出てこないってことが分かっていたっていうことがありまして、当時の売り上げが月でなんか10万みたいな感じだったので、でしたので、もう本当にどうしようもないっていうのがもう実態のところでしたね。でそこでそのまあ同級生のところに行くんですけれども、これはまた何て言いますか、断られることもやっぱたまにあるわけでして、なんかそのでも断られちゃうとなんか今度同窓会行きづらくなるなとかいろいろ思うわけですよね。やっぱそこをやっぱりこう誰から順番に進めていくかとか、実際のところをやっぱりこう、まあ、いくらぐらいもらうかとか、なんかそういうことをいろいろ考えながらですねやりまして、最終的には一人平均多分100万円ぐらいで20名ぐらいから出してもらって2000万ぐらい集めたんですよね。まあもう本当に今でも感謝してますけどね。それでなんとか食いつなんで、それでこうなんとかさっきの JP さんとかその大口の顧客の営業ができて、まあベンチャーキャピタルへのこうファイナンスにつながったということでありまして、ただそこで聞いたのは、その私自身がこの学生時代から付き合ってる奥さんとなんかいろいろやってとか、途中でなんかコンサル辞めてなんかトヨタ市になんかいきなり行ったぞとか、そういうこう人生の物語をみんな知ってたので、そうですね、でそういう感じでやった事業だったら、まあ、なんか簡単にはやめんだろうとか、なんかそういう感じは正直あったんだとは思います。そこがさっき申し上げたそういった共感を企業価値に変えていくっていう一つのやり方で、基本的にはやっぱりもう使えるものは全部使うしかありませんが、そこがまあ自分の人生をかけたストーリーに基づけば基づくほどやっぱ説得力はやっぱり増すわけでありまして、その場合はやっぱりもう本当にベンチャーキャピタルは地元の親近だったりも全部ダメだった時は友達に行くと、いう形で当時はなんとかやったってことですね。我々でいうと大きく言いますと、途中でシリーズ A という形で、ジャフコさんからの VC ラウンド、いわゆるベンチャーキャピタルからのラウンドを行いました。そこでのポイントとしては、当時は写真事業しかありませんでしたので、すごく頑張って当時保育業界で最大手の JP ホールディングという最大手のところに対してですね、もう一点集中で営業行ったんですね。でそこで JP さんがこう顔認識機能っていう部分、1000枚写真あっても我が子の写真が上に上がってくると保護者が選びやすくなるので、顔認識機能があったらば入れてあげるよみたいなこと言われて、もうありましたみたいな感じで、もう爆速でそれ作りまして、そういった大型の、いわゆる受注をしたっていうところがシリーズの大きなポイントだったと思います。つまり基本的には、A、B、C それぞれで、事業性は変わっていくんですが、今までの事業が着実に伸びていつつ、次また伸びそうなやはりこう材料をですねしっかり作り込んでいくっていうところがやはり大事だと思います。写真事業だけで IPO までいけるんであるならば、それでよかったと思うので、それはそれでなくはなかったんですが、ちょっと規模が小さいなということが途中で分かってきて、シリーズ B はその写真の周辺にある先ほど申したその子どもの帯同センサーやお昼寝チェックの部分が非常により深いペインであるということが分かってきたので、シリーズ B は今度はその帯同センサーを作り込んで、先ほど そのアメリカの会社と組んで物もある程度できて、フレイブルさんもこれ売りたいってなってきたと、今度はその次の事業、写真だけの会社じゃない会社に生まれ変わりたいですと、そういう形でシリーズ B ということで、今度は営業が非常に大事だったので、今度は凸版印刷に入っていただいて、今度は事業会社にもしっかり入っていただいて、当時その IoT がやれてる会社って多くなかったので、IoT のビジネスをある意味でグロスさせるという大きなチャンスですみたいなことをお話しながらですね、そこに付随するような事業会社にも入っていただきましたという形ですね。でシリーズ C のタイミングでは、今度はこれをもっとスマート保育園にしていこうという形で、我々当時弱かった連絡帳とか、そういう ICT 絡みのところ、たまたまフレーベルさんと一緒にやってたリクルートさんがですね、キットリという事業を売却したいって話になったものですから、そこを今度フレーベルさんと一緒に買収しますと。
そこでまた大きなその事業のこの成長のための材料であり、まあ資金使途といいますか、そこが見えてきましたので、それらの部分をある意味では我々としては、この事業の状況と、ファイナンスと、あとは組織、この3つっていうのが結局こう三位一体にならないと事業伸びませんので、今の3つのポイントっていう部分をですね、それぞれの ABC のところで、基本的にはこう次のステージに行きそうですということをしっかりとこの材料として提供しながら、それを実際に実行していくということによってですね、シルで ABC、 今度 D というところも含めてですね、やろうとしていまして、まあそれの部分のやはりこの、まあ納得感といいますか、妥当感みたいなところだと思ってまして、でそこでこの番というか、あんまりお金必要なかったらそれ出す人もいりませんし、実績もなかったら出してもらえませんので、今の事業とファイナンス組織のバランスのところをですね、具体的なこの材料に基づいてやっぱ説明するということをこう、まあ心がけてやってきたかなと思いますね。